ヨッピーを人生の窮地から救ってくれた目覚めのワーク、超シンプルな手放しの法則、セドナメソッドをお前に教えちゃる。 Oh my god, oh my god, oh my, oh my, oh my god、 お前が神だす、 Oh my god。 ヨッピー高ピー吉川貴博、チャララン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 、ピゲ白髪まみれ、悟りマスターでございますね。今日もセクシーに挨拶ができましたか？あなたも僕もね、一緒にセクシーにね、やっぱりセクシーさ、これすごい大事だから。なんでかって聞かないで、別に理由はないから、適当にぶっこいてるだけなんでね。まあそんなことはさておき、今日はね、セドナメソッドっていう手放しの法則、手放しのメソッドをお前に教えちゃると。でなぜかといえばね、最近僕よく言ってるじゃないですか、ハートが開く、要するに目覚める、アセンションするために必要なステップは気づく、ね、リラックスする。そうするとどん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 ハートが広がっていくよ、アセンションしていくよ、今に帰ってくるよってね、今に荒れるよっていうことを言ってるわけで、まさしくそのシンプルなステップをもうメソッドにしてるものが実は存在していて、で僕っちはね、それに出会ったのが、まあ、あの2013年の、夏、秋ぐらいですよね。夏ぐらいに、2013年の夏にね、当時ね、お付き合いしてた彼女に、失恋してしまいましてね、もう、体もその後に壊して、貯金も尽きそうみたいな、もう人生本当にフルボッコ、一番のピンチだったんじゃないかなっていうのは、多分その時だと思いますね。で、誰もいない。友達が誰もいない、僕は長野県に移り住んでたんでね、その頃。誰とも、ちゃんと話せない。まあちょっとね、仕事を一緒に取り組んでるさ、一緒にっていうか別々なんだけど、それぞれが、インターネットのね、ビジネスで、うまく成功していこうみたいなことに取り組んでる、チャットのね、グループにはいたから、そういう人たちとはこう、励まし合って一緒にやってたみたいなことはあったんですけども、まあでもやっぱり孤独だったわけですよね。結婚したいと思ってた彼女がいなくなっちゃってね、なんかそのために独立したのに、なんやろうみたいな、本当にこう、毎日暗いしてた、泣きまくってた感じのヨッピーだったんで、もう泣いてもね、もう悲しみが止まらないんですよ。 I can't stop the loneliness、 どうしてなの悲しみが止まらないつってね、アンリが飛び出てきちゃった。これ今度急に本当にその状態、もう本当スーパーフラレムシヨッピー泣いてたんですよ毎日。でそんな僕の精神を支えてくれたのが、そのセドナメソッドっていうね、まさしく気づいて、今の自分に気づいて、そこにリラックスして手放す、そうすると癒しが訪れるっていう、これ本当にシンプルなワークなんですね。で早速ね、やり方を教えますけども、本とかね、ネットとか調べてもらった方が本当は一番いいんだけど、まあ僕がね、やってたやり方は、まあ例えばね、今この瞬間にどんな思考が起きてるのか、どんな感情があるのかっていうことね。でね、セドナメソッドの時はね、あんまり体の感覚にまでフォーカスしなかったんですけど、まあ思考と感情ですよね、に対してさ、気づいていく。例えば今なんかね、昨日なんかこういうことがちょっとムカついたんだよなっていうのが、なんか自然と無意識でさ、思考ってどん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 ぐるぐるするじゃない。それに支配されてるんだよね、無意識の中で人って。そこに意識的になって気づくっていうのがファーストステップなんですよ。で今自分はね、どんな思考がありますか、感情がありますかっていうのをさ、ちゃんと見てあげる。そしたらさ、まあ、例えばイライラするとかさ、このなんかこういうことがムカついてる、思考が湧いてるなって気づいたら、そのムカつくっていう思考を十分に受け入れて手放すことができますかって、ちゃんと自分に質問してあげるの。ね、わかった？まずファーストステップが、どんな思考や感情が出てるかをまず観察して、例えばイライラとかムカつくとかっていうのが出てきてたら、そのイライラする、ムカつくっていう、まあ、感覚を、感情を十分に迎え入れて手放すことができますかって質問を自問自答するの。はいって答えるの、それで OK？ で、いつ手放しますかって聞いて、その時に今って答えるね、自分でね。その時にね、でね、これ俺のやり方だけど、深呼吸、って吸い込んで、はーって深く吐く息で、それを手放すみたいな感じ、リリースするみたいな感じでね、ただそれだけのワークなんですけどね、気づいて
リラックスして手放すってだけなんですよ、本当に。ね、先ほど言ってることと全く一緒でしょ。で、これ僕ね、彼女のことがね、もう思い出されて悲しい、もう cry I can't stop、 あ、もういいかさっき歌ったからね、アンディね、 lonely、 もういいかね、もういいんだけどどうしても歌いたくなっちゃう。あのね、そうやって湧いてきた時に、彼女に振られてすごい辛い、涙が出そうだっていう時に、その悲しみに気づいて、その悲しみを十分に迎え入れて受け入れて手放すことができますかって聞いて、はいって答えて、いつ手放しますかって聞いて、今って言って、はーって深呼吸でね、吐いて手放すみたいなことをやっていくと、やる前に比べるとね、やった後の方がね、まあちょっとあえて数値をつけるんだったら、最初10ね、暗いの状態が10だとしたら、それがね5とか6とかさ、あの少し減るんですよ。で、まだ足りない時はもう一回やるんですよね。まだ今どうですかって言ったら、まだ残ってるみたいな感じでね、出てきたら、ではまたその悲しみを十分に迎え入れて手放すことはできますかって、それを繰り返しやってあげるので、はいって答えて、いつ手放しますか、今ってやって、ふーってね、深呼吸して、僕はね深呼吸した方がなんか手放した感じがするなと思ってさ、それをね結構ね気づいた時にはいつもやってたの。だって俺一人で仕事してたからさ、あのいくらでも悲しみのこう淵にさ、こう いられたわけですよ。いつでも暗い状態になれたの。誰かさ、他の人の目があったらさ、そうはいかないんだけど、一人ぼっちで部屋でね仕事してたんで、黙々と。それをね毎日やってたので、寝る前とかもね、やっぱり彼女のこと思い出してね、すごい辛かったんですよ本当にね。センチメンタルなヨッピーいいでしょ、哀愁漂ってちょっと惚れちゃったでしょ。惚れないね。惚れないか。ね。まあ、それもいいとしてね。で、夜さ、眠りにつく時とかも、このセドナメソッドを知るまでは、やっぱり涙が出すぎて、もう辛くてさ、何も手につかないみたいな状態だったのが、寝る前に何度もそれをやってると、もう爆睡、熟睡して。で、当時はね、またいい、なかなかいい部屋っていうのは、その何、安いんだけど、いい間取りの部屋に住んでて、カーテン開けっぱなしにしておくと、朝日がすごいさ、差し込んでくる部屋に住んでたんで、朝日とともにすごいすっきり目を覚ましてね、長野県のこう山々に囲まれて、すごい美味しい空気も吸ってね、僕を蘇らせてくれたんですよ、セドナメソッドとその長野県の環境も含めてね。これはラッキーだったよね、本当にね。そしたらさ、今にどんどん集中できるようになって、ね、アフィリエイトっていうビジネスでうまくいくようになったんですよ。ね、びっくりしましたよね。もう本当に、もうフルボッコ、もう本当に最大級に人生追い込まれた時期だったから。で、このセドナメソッドっていうのはね、レスター・レベンソンさんっていう方が編み出したんですよ、創始者なんですよ。で、その方のエピソードってね、あの、セドナメソッドの本、ちょっとタイトル忘れちゃった。世界一シンプルな、調べて一応出しておきますけど、写真は。あのね、その本にあんまり載ってないんですよ、残念ながら。で、レスター・レベンソンがもうね、末期の病気になって、死の淵にね、立たされた時に、自問自答を繰り返す中で発見したのが、この、セドナメソッドで、素直にどんどん自分に心を開いていったんですね。要するにハートを開いていったんですよ。そしたらなんか自分でいろんなことを自分に気づき出して、そんな自分を責めずにリラックスしていったんですよね。あ、そういうふうに私は感じてたのかと、そっかそっかみたいな感じだったの。そしたらね、病気治っちゃったね。愛と一つになっていくっていう感じね。だから、なんていうのか、沈黙の観察の意識で自分に気づいてって、そこにリラックスしてあげる。QE とかも実は一緒なんですよ、全部ワーク。ヴィパッサナー瞑想、マインドフルネスも全く同じだし、ね。で、セドナメソッドはね、応用編までいくとやっぱ体の感覚までフォーカスするのかもしれないけど、そんなにね、体の感覚までフォーカスしてくれないんで、本来は体も同時にやっぱり緩めていった方が絶対にいいです。じゃないとね、ちょっと途中でうまくいかなくなってくると思う。だから俺結局ね、その後にいろんなことを学んでって、悟りの修行とかまでしちゃったけど、早い段階ですごくね、素晴らしいメソッドに巡り合えてたやないかっていうことだったの。セドナメソッド。僕今ではやってないですよ。もうね、今はなんかもう自動的にやってるんですよね。あまりにもほら、悟り病になったぐらいだからさ、オタクになっちゃったわけだからさ、ヴィパッサナー瞑想とかも行って、
すぐ気づくんですよね。いや、自分がまた思い込みで何か言ってるなとか、これ思考だ、思考だ、これは感情だとかね、体の感覚だっていうのは分かった上でこう気づいて、なんか生きてるというかね。うん。だからね、このセドナメソッド、まずね、よくその統合ワークとか今流行ってるけどさ、それよりもさらにシンプルで、イメージとかもそんなに使わないし、深呼吸と同時にただ気づいてリラックスして手放すってやっていくと、ハート開いていくし、なんならこの QE とかも活用していくと、 QE もそうだから、気づきとリラックスで、癒しが起こるっていうことを伝えてるんでね、一緒なんですよ、全部一緒、それだけ。だからややこしいね、スピリチュアルでね、ハートのチャクラを開くにはこうしなくちゃいけないとかさ、あ、それは、あ、本当の目覚めではないとかさ、やかましいわっていう、お前すごいやつぶっとけよみたいな感じの人が、いろんな情報を本当にネットに載せすぎ。見てみな、そういう人の顔写真、気持ち悪いから、気持ち悪い顔してるから、そういうやつね。てな感じでね、ご紹介いっちゃいましょうか。セドナメソッド、よかったらググってみて、セドナメソッドスペースレスターとかね、そんなキーワードでもいい情報いっぱい出てきますから。僕が言ってることよりもちょっとね、噛み砕いて、深掘りした、なんか6つのステップとかってね、今日調べたら出てきたページもね、よかったんでね、ちょっと自分で調べてみてください。てな感じでご紹介いっちゃいましょう。オーマイ、結局気づいてリラックスしたら、ハート開いて、今にあって、今を味わって喜びから生きれるよ。ゴッ、チャンネル登録よろぴくお願いいきます。いいねボタンもぜひぜひお願いいきます。そうするとテンションが上がりますよ。ヨッシーの、ヨッシーって言っちゃった、ヨッピーって言ってたのに、自分のこと今まで。可愛い子どうぞ。さあ、炊飯器がありますが、炊飯器の奥には姫ちゃんがいました。炊飯器の妖精と言われています。炭水化物大好きで、お米あげたらバクバク食べちゃうからね、あげないよ。分かった、これ以上太ったら余計お尻の穴丸めになっちゃうよ。関係ねえか、体重と関係ねえか、それはね。え姫ちゃん、かわいいな姫ちゃん。前足見せて、前足短い短い前足だね。うん、嫌なの。うん、かわいいな。以上、炊飯器の妖精でした。